早慶の学部別序列ランキング、社学の存在感が増す早稲田、そして教育が高くなってね、文がいる、お注目度上昇中だって。早慶上智内学部が牽引する明治。はい、始まりました、むちゃチャンネル。さあ、今回はですね、早慶の学部別序列ランキングという、まあ、ちょこっと前のものなんですけど、見ていきたいと思います。早慶、まあ他にも記事では載っているんですが、まあ早慶を中心に話していこうかなと思います。はい。まあやっぱり早慶っていうのがね、非常に強いんですけど、その中でもやっぱ学部の比較っていうのを結構されるわけですよ。一体何学部がいいんだみたいなのとかね、言われます。まあ自分自身ね、文学部で、ね、最下層じゃないかみたいにね、言われることも結構あったりします。そんなことないですよ。そんなことないですよ。つか、いいところですよ。まずは早稲田からいきましょう。ドン。社学の存在感が増す早稲田、最強学部として出てくるのがやはり政経ですね。政治経済学部はすごい高いね。で、次に法学部 67.5、 偏差値ってことか。うん、この数字は。で、社学が70、昔のお荷物が今は看板学部に。まあ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 、そうね。社学ってやっぱり人気高い。昔はね、1.5 部とかって言われてましたから、昼から授業が始まるから、人気がないというか、馬鹿にされるっていうのでよく言われてましたけど、高くなってるね。それに対して理工学部は本来ここなのに、下に下がってるよ。分割で転落っていうこと。いや、まあそれはさ、どうなの？検索する人少なくなっちゃうんじゃないの？どうしても理系だから。そうでもないのかな？ほら、早稲田でさ、文系の人たくさん受けるじゃないですか。まあ、ローラー作戦というか、同じ文系であればさ、いくつも受験可能だから、理系はこの1個しかないからね。だから同じ人がたくさん文系学部のものを検索するっていうのもあると思うんだけどな。そして教育が高くなってんね。教育やっぱすごく下に見られたりすること多いんだけど、あ、今年ちょっとね、2022年は英語難しくなりましたけど、小より上にいる。で、小学部。やっぱ小学部、予備校で教えてて、早慶クラスで一番人気あるのは早稲小だから、なんか変な感じ。ここにいるんだ。もちろんね、政経とか法はそもそも通る人数が少ないから、なんだけど、でもすごい上にいるよね。圧倒的に小社学なんで、もうこれも何年も教えてきてて、その志望校の見てるんで、生徒たちの小社学が上なんですけど、面白いね、ここ見ると。で、国際教養がここいて、で、人科がここなんだ。で、その下に文文化構想がいる。人科よりも文文化構想が下にいる。そして、スポカ。まあまあまあ、スポカはしょうがないね。まあちょっとね、別枠ですから。なるほどね。検索っていうものを使った序列だとこうなるということなんですね。注目すべきは偏差値では底辺に位置する学部が大学全体のブランディングに貢献するなど意外なことが分かった。偏差値で見ればやっぱ政経法理工文学部でしょ。看板は。そう？そうか。面白いのはそこに社学が並び全体のブランドを牽引しているところ。いや、社学は人気あるけどな。30代以上の人ならば社学といえば元夜間学部だったこともあり、ブランド力は低いイメージがあるかもしれない。なんかやっぱ早稲田の第二文学部が夜、社学が 1.5 部とかっていうのは聞くことはありましたけどね。2009年に中間学部に変更になり、10年間でブランド力は上昇。現在は政経と並ぶブランド学部となったと。同大の地位は低めの教育学部であるが、最強学部のポジションに入りそうな勢い。そうなの。社学とともに近年急速に地位を上げた。大出世学部になりそうだ。どうだったんでしょう、これ2019年のデータですが、なりましたかね。国際教養理工文が意外な結果だってなってますね。理工学部文学部の認知が課題なんじゃないか。いや、認知はどうなんでしょう。知られてるからね。別に、まあ、3つのね、理工学部分かれててどれがどれなのかみたいなのはちょっと声は上がったりしますね。講師の中にいるんで、理工の人が聞いたりするとお互いがね、何をやってるかもあんまよく分かってなかったりもするとかって言ってたな。はい、どうでしょうか。まあ多分異論がいっぱい出てくると思いますね。はい、自分自身もそう思います。続いて慶応です。私がよく知っている、見てみましょうか。最強学部、さあどれ？ダン。医学部。まあそうでしょうね。それはもう間違いないよ。圧倒的でしょう。医学部だよ。それは。偏差値も 72.5。次が理工なんだ。慶応は理工なのに、早稲田は理工じゃないの。まあやっぱ3つ分かれてたからじゃないのかな、とかちょっと思うけど。続いて経済。で、ここに文がいる。お、注目度上昇中だって。ありがとうございます。
で、小が並んでて、で、法学部。偏差値上では看板だが。ねえ、確かに。法ってなんかあるイメージだけど。で、薬学部が下にあって、慶応ブランドにまだ溶け込めていないって。で、転落が SFC。人気がなくなっちゃってるってこと？総合政策、看護医療、環境情報。へえ。そうな。まあ、なんか SFC は確かにブランド力が下がってるっていうの言われたりするけどね。もう自分としては、とってもいいとこだと思ってましたけどね。なんかやっぱ他の大学学部では味わえないなんかアメリカっぽいことが味わえるっていう、まあ、ちょっと都市部からは離れてしまうんですけど、そういう経験ができる、なんか一番なんか欧米の大学っていうのを味わえるのは SFC ですね。キャンパスもむちゃくちゃでかいし、研究で泊まってる子とかもいるしね。そうなんだな。経済学部が法学部を上回ってるっていうのも面白いね。で、文学部への興味関心が高まっていると。まあ、人気はありますよ。わかんないです。自分が教えてたってこともあるかもしれないですけど、文学部は受けとけってよく言ってたから、あるかもしれないけど、早稲田、小、社学、文学部、この3つが絶対ベスト3だったんで、人気の。まあ、受けておきなさいって言ってたのが大きかったのかもしれないですけど、1位になる時もあったもんね、志望者数。慶応文が1番で、次、早稲田の小ってなってる時もあるし、早稲田小、慶応文ってなってる時もあるし、早稲田小、社学、慶応文ってなってる時もある。僕が抜けて、そのランキングがどう変わってるかわかんないですけど、慶応の課題は、早稲田より学部認知度で差が激しい。そうなの。やっぱ SFC が低下が顕著であると。まあ、昔はすごい難しいし、かっこいいみたいな感じだったけどね。なんか、AO、科目数が少ないとかってね、言われることとかもあったりするもんね。あとはやっぱ人気の明治大学も載ってるんで、ちょっと見てみましょうか。早慶上智内学部が牽引する明治。政経、あ、やっぱ政経高い。法、農学部、へぇ、小がここにいて、で、理工、うんうん。で、情報コミュニケーション、ああ、AI ブームで、うん、高くなったんだ。国際日本、経営文が下にいて、総合数理が、何を学ぶのか分からずにほとんど注目されてる。そうなの？さすがに明治はあんまりよく分かんないので。なるほどね。農学部は確かにそうだね。他にはないもんね。このそうだね。総合数理のね、ブランド力は高めなきゃいけないかもしれないですよね。で、一体このランキング一体どうやってできてんだっていうのをですね、見てみると、7500万件のビッグデータを解析したものだということです。インターネットで検索されている言葉を解析し、ビッグデータを用いて各学部のブランド解析を行っている井上さんが書いていると、うん。海外ではインターネットで検索される言葉を解析し、株式評価額や売上の予測を行うなど、ビッグデータを使った新しいブランド分析の流れが進んでいると。インターネットで検索される言葉を解析して、関係者の興味や考え、その企業のブランド力を上げるためのヒントを探ろうとしている。この方法を大学に対して人事部門をはじめとする企業の担当者や受験生をはじめとする関係者がそれぞれの学部に対して抱いているイメージを可視化することを試みた。どうやって人事担当が検索するとか受験生が検索するとか、そういうことか。本マップのポイントはインターネットでの検索数、言葉の種類の多さから見る学部の勢い、注目度のブランド序列、予備校から発表される偏差値、志願者倍率からは読み取れない将来の伸びを1ヶ月単位の変化から分析している。マップは上位に行けば行くほど今後難度、偏差値、志願者数、倍率、話題性などが上がり人気が上昇する可能性が高いと言える。過去複数でのデータから特に安定して検索数、検索語の種類が多い学部を最強学部とした、うん、最強学部の数が多いほどその大学のブランド力が高いことを示す。一方で下位に位置する学部は現在偏差値や志願者数、倍率、話題性が高くともインターネットからの検索数が少ないため今後それらが下がる可能性があるという。なるほどね。それを5億件のビッグデータから算出と。130大学、過去3年に Google で検索された言葉の種類と毎月の平均検索数のデータ、約5億件。その中から全ての大学学部で共通して検索される言葉、特定の大学学部のみで検索される言葉などを分析したと。そして一体どうなったんだ。学部名の毎月の平均検索数の多さ、難関大学学部で共通して検索される言葉の種類の多さ、難しいという言葉、ああなるほどね。上記の言葉の毎月の平均検索数の多さ、第一志望学部の受験検索を調べる際に共通して検索される言葉の種類の多さ、例えば対策という言葉、なるほど。上記の毎月の平均検索数っていうので調べたと。なるほど。まああくまでこれはブランド力の序列ですからね、偏差値の序列ではないですから。まあ一つ言えることは、別に自分自身、まあサークル活動とかでやってなかったからっていうのもあるかもしれないですけど、そんな感じることは特になかったですから。文学部だから肩身が狭いとかっていうことも感じることはなかった。わかんないですね。まあ合コンとか行ってる人たちだったら違ったのかもしれない
ないけど、自分は、まあ、就活にも行ってなかったから一切感じることはなかったです、はい、文学部だってやれることいっぱいありますから、はい、ぜひ目指してもらえればと思います。そのね、ネット上の情報だけに踊らされずにやりたいことをやるでいいじゃない、まあ、やりたいことが分かんないんだったら、まあ、とりあえずいい大学に行ってみようっていうふうに思う、それでもいいじゃない、そんなことに気を取られずにやっていきましょう。まあまあブランドがね高いものになってたら、おおよっしゃ頑張ろうって思ってもらって、でブランドのこの下に出ていたら、こんなもん気にしてられるか、俺は行きたいから行くんだって思ってもらえればいいと思います。こんなのでモチベーションを左右されないように頑張っていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.